想はリブラジェード剣でございます。今回もこちらドーン、コンパクトを持ってスタジオに出かけよう、はい、一歩前へ、はい、ということでね、全然関係ないけど今回は、これ、カラードライバー、本になっちゃってるけど、これカラードライバーとワープティーヘッド、この組み合わせで遊んでまいりたい、このように思っております。はい、ということでまずはクリーンからね、いきますよ。いいですね、やっぱりね、これはいいね、合いそうだ、どうだろう、ワープチャンネルでどうなるかだね。
じゃあワープティー行ってみますかね。はい、じゃあね、センターですよ。基本は、基本じゃない、基本はね、こうしとこ音量はこれぐらいにしとくね、これにしときましょうか。じゃあワープティーじゃない、ワープチャンネルね。はい、
それはダメだね。やっぱ やりすぎだね。まあ真ん中ぐらいかね、やっぱね。うん、真ん中ぐらいですね。ちょっとドライブ足せば、あ、チャンスいっちゃうな。これぐらいかな。これうるさい。このぐらいまでだな。でこれをこれぐらいにすると。こっちの方がまだすっきりするか。ね。もんだべ。このぐらいにしといてやろう、うん、このぐらいにねしといてあげましょう。はい、ということでね、終わりましょうかね。もう20分ぐらい回してるから、うん、まあほぼねいつもノーカットでお送りしておりますので、喋ってない間とかが詰まるぐらいでね、あの演奏自体を詰めることあんまないのでね、うん、めったにないので、まあ、そのままお送りしてるので、今回もまあ冒頭のデモ含め、まあ25、6分の動画になりますかね。はい、きっとね。そう思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。これね、キャラドライバー。うん。これはね、毎回合う合わないがね、結構はっきりしてくるので、オリジンの時ねすごく良くて、でもまあ、JCM の時とかね、あんまり、まあこれは私の問題なんですけども、私のね、まあ、テクニックが。まあ、弾くテクニックもそうですし、こう音作りのテクニックっていうんですかね、それがやっぱり乏しいもんですから、乏しいっていうかね、レベルが低いもんですから、なかなかね JCM900 とか2000とかはね、あんまりうまくいかなかったイメージがあるんだよね。でね、うまくいったイメージが残ってるのはオリジンなんですよ。 50H ね、やつはすごく良かったなと思ってます。うん、気持ちよかったしね、一番ハマったんじゃないかなと思います。うん、まあこれもですね、私、まあ下馬評では、下馬評ではですよね、始める前は、まあ、予想ではね、まあ、ハイゲインと
まあ、ローがねしっかり出る、まあ、ズク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 ズンズクズンズクズクズクズンズク、まあいいかズンズクズクズク系のね、アンプヘッドになりますので、まあ、ローがグッと出るね、ファズとは合わないかななんてちょっと思ってたんですが、まあそうでもないですね。よりなんか破壊的になるというか、より攻撃的になるというか、いいですね。気持ちがいいと思いました。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録並びに高評価、はい、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。急に終わった感じするまあいっか、また見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録してくださいよ。はい、よろしくお願いします。では終わりましょう。おしまい、バイバイ。